キーコーヒーの豆をふんだんに使用した弊社高知県ひまわり乳業のみの製造している商品になります。キーコーヒーから製造ライセンスをもらってまして、私どもの会社以外でも作れない商品になってます。で、商品についても作り方も全てキーコーヒーからの指導が入りますんで、もう作り方自体も全部オリジナルとかもそれ通りでさせてもらってるような商品になりますんで。キーコーヒーの炭火焼きコーヒーは、はい、ひまわりさんしか作ってないです。作ってないです。すごいことや。ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当これはいっぺんフードアクション日本アワードを受賞した全国初の、言うたら今までって賞味期限しか表示されてなかったんですけど、これ搾乳瓶入れてます。これ全国初。自信があるんや。あ、もうそこは鮮度に自信があるっていうような意味合いを込めて、まあ、ここ3段階が表示させてもらってますんで、搾乳瓶をつけてるところは他のメーカーさんないですよ。そのぐらい鮮度に自信がある。いうか搾乳したもうその次の日にはもう作って牛乳を加工して作ってるような、はい、すごい自信を持っておすすめします。ヤギもいてるんですか？もうヤギもいてあります、はい、で、これがね、2、3年前だと思うんですけど、高知県の川添さんっていう、まあ、結構お若いやる気のある酪農家さん、はい、がもうヤギでもう生計立てていこうっていうかで決心して、まあ、大きい、まあ、牧場を作る、ヤギの牧場を作られたという形になります。で、こちらの方は使ってるヤギに与えてる飼料も循環型、言うたら牧草、こういう葉っぱ、まあ、草を食べて、まあ、ヤギが結局、まあ、排泄をして、でそれを肥料にしてまた草が生えてくる、これの循環が本当自然のままの農薬不使用の飼料を使ってる、もう本当正真正銘安心安全のヤギミルクになります。ヤギミルク、はい、この入れ物が可愛い。 ありがとうございます。そう言っていただいたら、これが500ミリで1000円いたします。来る宅急便で送ってもらえて、そうです、インターネット通販しても弊社のホームページはさせてもらってますんで。ホームページはどこへ、どこへ。ホームページがですね、ありがとうございます。住所書いてますんで、ありがとうございます。すいません、よろしくお願いいたします。次回はこの後、ありがとうございます。